はい、皆さんお元気ですか？ガキです。アウトロスト2、これからやっていこうと思います。結構前に、まあ、体験版が出てそれやったね、うん、で今回、まあ、ずっと前に安くなってたんで買いました。まあ、とりあえずやっていくか。どういうこと？これ難易度だけど、これ何？ちょっと、あ、イージーってことか。なるほど。こういう感じだ。確かに表現がグロいからね。皆さん気をつけてください。体験版よりちょっと長くなってね。なんか、お？こんなとこなかったぞ、体験版では。これは体験版で最後の方だったんじゃないかな。ここか。ここはどこですか？めっちゃ歩くの遅いな。
走れないし、このロッカーバーンってきそうだ、息泣きそう。そんなことはない。おっとおっと、あ、他に誰かいる。何だったんだ今のは。墜落した後か。下の落ちちゃったんだ。押すことで目標をいつでも確認。おお、こんななんだ。動画を見る。ああ。字幕が出ないんだ。ああ、俺が動かした通りだ。切れた。半目半目。ああ、ここまでか。墜落したところは通れてないんだ。なんだっけ、リンを探す。これ無事じゃ、無事なのがすごいよね。しかも主人公こっちで止まってるし、ちょっと違うな、体験版と。下に降りるのか。弱いとあれじゃん。あ、こっちからか。ダメージ食らった。こっから徐々に降りていくってか。よし、隙間を飛び越えるには前進しながら、おお、で下に降りると、棚に向かって進むと棚に乗れます。棚？どういうこと？出っ張りの上に水平に、あ、左右に水平移動できます。棚が降りるにはこれ棚っていうやってるね。直訳してんのかな。あ、いつもじゃない。ワンの時は LB か、 LB 押したらダッシュだったんだけど、振り向きになってるね。で RB か、 RB は普通にカメラを装備的な。10年ぐらいかかれば自動的に動かされます。エクテージ続行。レックマークが点滅はイベントを正しく出力ができています。赤いリングがフルになるまで。赤いリング、ああ、これね。僕は感動しました。クグオブ。彼女はいなかった。彼女は死体になかった。彼女は死体になかった。彼女は死体。運転手、操縦者はどこ行ったんだろう。暗視機能、ああ、包帯、
私が考えてます。どこで、あ、これか、2つってことね。ほうほう、ここも何か入るのか。バッテリーか、ここ。へえ、マントはちょっと違う。ここか、あっちっぽいな。になってるんだ。エルスティックっていうのかな。ここは体験版で、ほんとこっちに通略してたんだよね、体験版では。ちょっと長めだったんだけど、ちょっと短くなってるね。こっちからもう崖になってる。飛び越えるね。A、 風がノック。なんと、あんまノックしたくないんだけど、あんな死体見せられたら。確かこれ当たったや、ダメージ当たったやな。当たったらダメージ当たったって。触れたらダメージが。すいません。誰かいるけどね。
前はあの時はバッテリーなくなったらちょっと本当に手前までしか明かりがなかったけど、明かりが見えなかったけど、今回奥まで見えるけどぼやけるね。はっきりは見えないということで交換。よし、こっち開かない。今回もこまめに、誰かいますね。あ、違う違う違う、来るか、リーンができる。ここも開かない。おっとっと、最近またちょっと違うな。あんなイベント的、イベント的なものなかったかな。主人公だ。ノックしちゃダメです。ゆっくり開けるのも怖いな。閉めとこう。自動回復はないのか。自分で回復しろと。十字キーの左を押したら前
川の中入るの。Find Lin. Nothing matters but Lin. 勝手につかないでレボケットを見てください。おちょい。なんで中に何か鳥がいるの？なんでいるの？閉める。十字架になってる。
はい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 。なになにこれどういうこと？どういうこと？これと。ツルハシっぽいの持ってたね。リンを探そう。火薬もこれ以上持てない。開けといて。こっちは開かない。使えるのかな。3個までか。ストックは。ああ使う必要ないか。こっちにあるのを覚えといて。こっちからか。はい。なんだなんだなんだ。God wants to be dead? Okay. なんなんだあいつ。
追いかけられることになってんだ。はいはいはい、あ、間違えた。おかげ閉める、あ、かける。じゃね、あ、何ですか。頭が。あ、何あ、今のうちってことか。もっとなんか落ちてます。こんなことしてればいいじゃね。大丈夫そうだな。よし。本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、リン。